カジ君、シモンさん、ユイちゃん、ファイナルハッハッ。およく揃ったね今謎の今一瞬ファイナルどうしたらいいんだろう書いてあるからねそうそう謎の間がある割によく揃ったね66話強襲はエレンとアギとの戦い、ガビとファルコの叫び、この世の終わりのような光景に言葉を失いました、うん、思いっきり叫んで気持ちを吐き出したくなるくらい心がぐちゃぐちゃになりました、うん、あまりに辛くておにゃんこぽんしか言えませんでしたどういうことだよほんの少しだけ心が軽くなりましたあそう、ね、いや僕もちょっとねもう触れるべきことがありすぎて、うん、何を言っていいかも分かんなくなってきて確かに一言僕もおにゃんこぽんっていうツイートをしたんですなるほどね、いいですねおにゃんこぽん。でもそれに集約されてるなって思いました集約されてるのかなされてたいやもうだってもう伊佐山感たっぷりじゃない、まあね、確かに。でも調べてみたら神様の名前かなんかから出てきてるのかな、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん、なんかそうそうっていう名前があって、 あるんだ実際に。俺もあの伊佐山イズムのそういうのかなと思ったら、うん、意外とそうではない、可愛い名前だね、おにゃんこぽん、うん、おにゃんこで可愛いのにぽんがついてる本当にね、おにゃんこぽん、はい、もうこれに関してはもうキャスト陣やっぱみんな食いつくよね。いやーそりゃそうでしょ、うん、だってパクさんもあなんか言いにくかったあの状況の中でのおにゃんこぼんはちょっとね、まあ、真面目なおにゃんこぼん、ね、真面目なおにゃんこぼん、ちょっと緩んじゃいますよね。おにゃんこぼんでも大事な時しかあんま出てこないぐらいのキャラです、ね、なんでもう少し面白いタイミングで出てきてくんないんだろうか、あれ。そうなんですよね、困るよね。